日本語の大規模汎用言語モデルを搭載したハイパークローバの現状という発表をします。よろしくお願いします。えー、最初に自己紹介をします。私は佐藤敏則といいます。自然言語処理と検索を専門にしているソフトウェアエンジニアです。以前はクローバの日本語の NLU システムの開発を担当していましたが、2021年からは NLP 開発チームのマネージャーをしており、 ハイパークローバーの日本語版の開発面に関する責任者もしています。プライベートでは NEOLOGD という OSS プロジェクトを主導しています。本発表では NLP 開発チームのメンバーによる成果、また過去の貢献者の成果をチームを代表してお話しさせていただきます。よろしくお願いします。最初に注意なんです。注意というかお伝えしたいことがあるんですけども、このセッションは主に 自然言語処理に興味があるエンジニア向けの内容となっていますそして一部は NLP の専門家向けの内容になっています。NLP は自然言語処理を意味する略語ですので、まあ、このセッションではたくさん出てきます。このセッションでは言語モデルの構築や調整手法に関する詳細の手法について言及しません。ENLP2021 でネイバーが発表した論文に記載されている韓国,版韓国語版の事例に えー、詳細が書いておりますのでそちらをご参照くださいこのセッションは40分ですのでコーヒーなどを飲みつつ楽しんで聞いてくださいよろしくお願いしますさて唐突ですが私が最近したチャットのスクショを披露します相手は色鉛筆さんこんにちはこんにちは今答えてくれたのは何色さんですかはい僕は赤です自分より大切だと思う色ありますかうーんやっぱり青かな それはどうしてですかだって青い海とか空って綺麗じゃないですか、まあ、実はこれ、ハイパークローバーを応用した対話システムと会話した結果となっています。ハイパークローバーは大規模,言語大規模汎用言語モデルや出力を確認するためのユーザーインターフェースなどを含んだシステムの総称です。ハイパークローバーのシステムはネイバーとラインが共同で運用しています。 1> 約1年前に LINE と n イ v e r が日本語に特化した言語モデルの開発に取り組むとお伝えしましたが今回はその取り組みの途中経過や関連する情報をお伝えしたいと思っていますさて先ほどのチャットですがこの色鉛筆さんが話した会話のうちのこの部分全てがハイパークローバーが自動生成したテキストをそのまま出力しています解説なしにこのスクリーンショットを見たとしても 私がしゃべる色鉛筆と実際にお話ししてるっていうことを考える人はいないと思うんですけどもこのように登場人物の役割に応じて行う対話のことをロローーールプレイイと言いいまますす、えー、ハイパークローバーは色鉛筆のキャラクターにななりききってて滑らかでで的確な応答ができていますよねこのような応答をどのようにして返しているのか今度はマイクから声を拾って応答をスピーカーから音声で返すアプリの例で示したいと思います。 まずユーザーは言いたいことを言います。こんにちは。この声を音声としてクライアントアプリに入力します。そしてクライアントアプリは音声認識技術で音声をテキスト化します。そして対話アプリにテキストを送信します。対話アプリはハイパークローバーに対するクエリを対話の状況に応じて生成します。ハイパークローバーは対話アプリが入力したクエリに応じて 大規模汎用言語モデルを利用したり知識ベースに対する検索を活用して最終的に何らかの結果を出力します対話アプリはハイパークローバーの出力をもとに応答用のテキストを作成してクライアントアプリは対話アプリの出力を音声合成処理などで音声データにしてスピーカーから出力します「久しぶり」という感じですね 大まかにこのような流れの一番深い部分に今回の主題であるハイパークローバの大規模汎用言語モデルがあります。ここまでにハイパークローバとは何か大まかに話してきましたここ。今回はこちらのような内容でお送りしていきます。この後、ハイパークローバの詳細を話していき、プロンプティングによるアプリケーション開発についてご紹介します。その後、ハイパークローバの言語モデルの対話タスクでの主観評価、 質問を問うタスクでの自動評価の結果を簡単にではございますがお見せいたします。終盤では対話システムへの応用例を披露します。では、ハイパークローバーの詳細です。まずここで言語モデルについて知らなくても大丈夫なように簡単に知識をご紹介します。まず、LM っていう表記出てきますけども、こちらはランゲージモデルの略語です。 NLP で取り上げる言語モデルは統計的言語モデルと考えていただいて大丈夫です。このモデルは単語の列に対する確率値を返してきます。どんな具合かというと、今今日日はは晴晴れれででですすすのの確確率率値値がよりも高いですこの確率値は出現確率とも呼ばれています。これは言語モデルを構築際に使用したコーパスにおける任意の単語列の出現のしやすさを表しています。 ハイパークローバーは多くの有名な大規模言語モデルと同様に、教師なしの自己回帰の言語モデルです。自己回帰言語モデルですので、確率分布が計算でき、サンプルが与えられた時にパラメータの最優推定ができます。そして、現在までのテキストに基づいて、将来のテキストを生成できます。言語モデルといえば、とても重要になるものが、モデル構築に使うコーパスです。まあ、とても重要なことなので、しっかりと お伝えしたいことなのですが私たちはお客様が LINE で送受信されたメッセージはもちろんオープンチャットのトークルームの書き込みなどを含め LINE のサービスに関するデータは一切使用しておりませんまたこのコーパスはサブセットの外部提供の可能性を含めて社内外でなるべく汎用的に利用できるようさまざまな権利関係に最大限の配慮をしながら整備を続けております このようなポリシーのもと構築している LINE LM コーパスを紹介します。こちらはハイパークローバーの言語モデルの構築に使っています。このコーパスは2019年以降、バートのモデル構築のために作られたコーパスをベースにしています。コーパス構築時に容易に抽出できる非公開な 個人情報ですね、まあ、皆さん公開するつもりでなかった個人情報に関して削除していますし外部コンテンツの購入と利用に関しては権利問題を解決した上で実施しております。日本語で言語現象を学習する上で必要な範囲の情報をカバーするように努めております。また LINE 検索のためにデータを権利侵害がない範囲で活用しています。 このようにして構築した LINELM コーパスは現在約10ビリオンサンプル、約1.5テラバイト、約500ビリオントークに達しています。このコーパスは毎月更新しており、徐々にサイズと品質が向上しています。このコーパスから個別の分野ごとのデータを抽出することもできますが、汎用言語モデル用の一塊のコーパスを作ることだけ考えております。ハイファークローバー構築前は NLP 技術を作ったシステム開発をするとき、 開発の初期段階からバートなどの小規模汎用言語モデルや各種機械学習モデルを個別タスクに対して構築してきましたハイパークローバーではタスクが変わるたびに新しいモデルを構築するのではなくなるべく一つの大きなモデルを活用しますラインにおいて計算資源は有限です個別のタスクにもファインチューニングする計算時間を確保したいのですが それよりは新しい汎用モデルの構築に時間を割きたいと考えています。その新規モデルの構築状況ですけども、現在は日本語の82ビリオンモデルが進行中です。82ビリオン以下のモデルについても応用に向けた施策や評価が進んでおり、各種のチューニング実験が進行しています。韓国語については5月の n イ v e r a i n o w やその後の NLP2021 での発表通り、先行してより大きな ビリオンモデルの構築が進行しています今後は日本語のモデルについても204ビリオン以上のモデルの活用が進行していき2022年には実施できる見込みです先ほどお話しした各種のモデルはハイパークローバーのアーキテクチャ全体の中のモデルの層に入っていますハイパークローバーはさまざまなサイズタイプのモデルを扱っており小さなサイズの学習済みモデルにファインチューニングを施した タスクにに特化ししたたたモデルについててもそれぞれぞのの性能ををを引き出すすすめめノウハウハ確立するため実験評価を繰り返していますこの実験評価についてはもう少し後ろのスライドでお伝えしますさてここからはプロンプティングについてとプロンプティングを活用したアプリケーション開発について紹介しますまず1つの学習済みな汎用言語モデルを対象となるタスクに適用する方法が2つあるのでご紹介します 一つはファインチューニングと呼ばれる手法です。これは対象となるタスクのデータセットを用意して教師やり学習を行う方法です。この方法の良いところは明確に教師データを用いるので対象タスクのベンチマークがとても良くなるということです。短所は個別のタスクごとに学習する必要があること、モデルの汎用性が損なわれてしまうことがあるということです。もう一方の タスクの説明文やいくつかのタスクを解いたお手本を文脈として与える方法がありこちらはいろんな呼び方がありますが主にフューショットワンショットゼロショットというような呼ばれ方をしていますこの手法はファインチューニングを実施して達成したステート・オブ・ジェアートモデルほどの性能を達成できない可能性があるものの非常に短い指示とかタスクの見本を用意するだけである程度の性能を実際に達成できることを確認できています では、ここでこのフューショットを活用したプロンプトの作成なんですけども、とても用語が多いので、用語を見ていくことにします。ここにプレイグラウンドと書いてありますが、ハイパークローバーの場合は、ハイパークローバースタジオという Web アプリケーションになります。まあ、こんな感じなんですけども、まあ、この画面とこのフレームワークが、フレームがあと同じものだと思ってください。 そしてプレイグラウンドにはパラメータやオプションを指定するユーザーインターフェースの部品があるんですが今回はそれらすべて無視してテキストフィールドに着目しますこのフィールドでのテキスト入力と出力これはですねフィールドの上で両方行われます今回のテーマの一つであるプロンプティングなんですけどプロンプトエンジニアリングやプロンプトプログラミングなど考え方作り方によってさまざまな呼ばれ方をしますまた自動生成する場合は プロンプトチューニングや P チューニングと呼ばれることもあります。何しろ新しい分野で日夜新しい手法や呼び方が出てきてしまっている段階です。プロンプトにはタスクの全体内容を書く領域があります。推定結果はこのアウトラインの後ろ側に生成されます。タイトルは結構大切です。タスクと関係ない文字列を入れてもいいんですけど、より適切なタイトルを探すことで結果が変化することが確認できています。 他に必要な情報を埋め込む位置が結構難しいんですけど、概ねタイトルの次の領域に入れると実装難易度が低いです。サンプル内のショット数が変わると、このプロンプトの全体が変わること。先ほども軽く触れたんですけど。ショット数が0だと0。ショット。1だとワンショット。ショット数が複数だとフューショットという呼び方に変わります。 タイトルとフューショットの例としては、例えばこんな感じで、まあ、タイトルが加減上場を実行しますの後ろに2つサンプルが書いてある状態ですね。まあ、あのこのような感じで計算してほしいんですっていうサンプルが書いてある状態です。このような状態は2ショットなんで、これはフューショットのプロンプトということになります。クエリはサンプル中の各ショットと同じ形式で書きますが、その際に推定したい末尾の部分を削った状態にします。 そうすることで推定時に後ろ側のテキストがアウトプットされるというわけです。最後にアウトプットを得られているわけなんですが、推定結果を次から次に連続でですねどん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 下に伸ばしていきたい場合もありますよね。こういう場合どうするかというと、このアウトプットを、えーまあ、どこかに入れなければいけないんですが、まあ、説明のためにですね分けたんですけど、全部実はテキスト、1つのテキストフィールドに書いてあるテキストで実装されているわけですね、これが。なので、えーまあ 前回に推定した際のアウトトプットはここのショットののつととししてて含めままうここができますこのようなことを実際にデータとして出すと、まあ、例えば2、えー、ショットを使って俳句を書く例しかもタイトル付きみたいな感じだとこういう状態で一番最後クエリであるアウトの後ろを削った状態で実行すると例えばこのようなアウトプットが得られるわけですでこのアウトプットが微妙に欲しいアウトプットじゃなかった場合には手で編集してあげれば良いわけですね で大規模汎用言語モデルがある状況では特に開発の初期段階では今お示し示しましたようなプロンプティングの結果として作成できたヒューショットを含むタスクに特化したプロンプトを作っていきますこれによって言語モデルの出力を調整して必要な方向性と結果を持った出力というのを素早く手に入れることを狙っていきますファインチューニングやタスク固有の要素技術の開発はその結果に不満があったら始めていくということです 最初からファインンチューニングや深いい開発をしないことには理由がありますモデルを構築するために必要な計算機とファインチューニングに必要な計算機実は両方とも同じ規模であることは有名な話ですがハイパークローバーの規模になると桁違いに大きな計算機周りの資源が必要だからですさて、まあ、今度は具体例として1、えー、つのデモをお見せいたします、まあ、今回は商品の説明文を生成するというデモになっています まあ商品パッケージには必ず商品の概要が示されていますが、多くの場合、その宣伝文っていうのはですね、販売員とか営業さんが頑張って書き起こしてるんですね。このデモでは、ハイパークローバースタジオのパラメータを調整して、魅力的な説明文が生成できないかチャレンジしてみます。はい、では。 一番最初にハイパークローバーのスタジオに商品の概要から思わず買いたくなる説明文を生成するというタイトルを入れ、商品名、概要、説明など、これをお手本として入れます。つまりこれ、ワンショットのプロンプトということですね。その後、クエリとして商品名、概要を入れます。この概要には、カニの実、粉末、コーンパウダーが入っているようですね。では、生成してみましょう。1個、テキストが生成されました。このテキスト ちょっと短くてあんまり魅力的ではないのでテンパラチャーのパラメータを調整してランダムのランダム生成の確率を上げてみますそして実行するとより長いムーンができました材料に化学調味料が入っていないこと反映されましたね、まあ、ちょっとこれから次々生成していったんですけどやっぱり最初はほんのり酸味から始めたいと思ったのでそうした実行してみますそれでもなんかちょっと微妙なんで リピテーションのペナルティを下げて、繰り返しのテキストが出ても大丈夫な感じにして、どんどん生成していくと、最後、ほんのり酸味が効いたカニ風味のせんべいです。口の中にホロホロ入れると、というような魅力的なテキストが出てきました。これでいいかなと思ったので、ちょっと感染としたいと思います。以上が商品説明の生成デモになっています。先ほどのデモでは、 ワンショットを使いましたが、こちらの中を見てみると、タイトル、商品名、概要、説明が書いてあります。これをもとに、クエリの中にベースとなる商品名、概要を入れて、一番最後の行にプレフィクスとして、まあ、後ろに続けてほしい文字列を入れて、さらに生成ボタンを押すことによってアウトプットを獲得しました。今回は、テンパラチャーのパラメータと、リピテーション ペナルティを調整してより自分が思っているのに近いテキストを生成したわけですけどもこのような生成する際の微妙な調整が必要な状況というものが現在のテキスト生成の現段階ということになります。で今度はこのような方法で作ってきたテキストこのハイパークラブが出力するテキストの評価をしていきたいと思います。 まあ、あのこのテキストの評価する際にこちらのモデルの言語モデル日本語の言語モデルについて着目して、まあ、状況を見ていきたいと思います一番最初、まあ、主観評価を行って、まあ、あのこのモデルの性能を見ていこうと思うんですけども主観評価を行う際には6.7ビリオン13ビリオン3十ビリオン キュービリオンの日本語モデル、まあ、それらを4つのタスクに対して実適用することでまあ確認しました。この4つすべて対話のタスクなんですけども、まあ、1つ目は語彙を理解することができているか、2つ目は異なるトピックからトピックに遷移する状況についていくことができるか、3つ目はとあるトピックについてユーザーが話しているとき、まあ、目標となるようなリアクションを取ることができたかどうか。 4つ目はフリーに雑談するときに滑らかにできたかどうかということになります。まあ、これらの評価すべてを共通する5人のデータに実行してもらいました。す、は、べ、い、てえっとプレイグラウンド上で実施しました。まあ、その様子をちょっと様子というか結果についてえっと提示していきたいと思います。まあ、1つ目、まあ、そしてあとそれぞれ失礼しました。それぞれの観点はですね、まあ、どのような形で評価していくかといいますと、まあ、1個目はまあ会話の滑らかさが でできてるかどうか達成できててるるかかかかどどうう達成2つ目は、まあ、このトピックに対して追従することが、まあ、全体としてというよりは各応答ごとにできているかどうか3つ目は話題の提供ということを各応答ごとにできているかどうか4つ目はゴールを達成することができているか、まあ、例えば1番目のタスクだと、えー、言葉の意味を分かってるかどうかとかいうことが達成しているかどうかなんですけどその達成しているかどうかの評価になっています。 1>, まあ1個目のタスク、こちらはまあすごく分かりやすくて、語彙を理解できているかどうかということを評価していきます。例えば、ハイパークローバーに、小学校って何ですか小学校ってどう思いますかという形で、レベル1の質問として、 何ですかレベル2の質問としてどう思ってますかということを聞いていきます。これを初等語彙ですね、小学校以下の人であれば、まあ、間違いなく知っているというような語彙のセットと、中等語彙、中学校以上の人であれば間違いなく知っているというセットを作って、まあ、こちらについて質問していくことになります。その結果、まあ、大体こんな感じでですね、あの評価観点っていうのをつけていくんですけども、その評価観点のつけ方としては、できている場合は1、よく分かんない場合は0。 できてない場合はマイナス1という形でつけていってここから先正解はできたプラス1がついているものだけを集計している状態になっています、はい、結果見てみますと、まあ、6.7ビリオン13ビリオン、3. 39ビリオンって見たときに、まあ、39ビリオンの性能が圧倒的ですね、まあ、会話の滑らかさそしてトピックの通じる度は98%の性能を誇っています、まあ、他方で話題提供は全然できていないということが分かります そして、えーとまあ、ゴールの達成の量ですけども、まあ、意味が分かっているか意味について的確に答えられるかということに関してはパラメーターが上がっていくにつれてきちんと段階的に上がっていくことが確認取れていますさて次にトピックに追従することができるかということについて見ていきましょうこの評価ではユーザーがトピック A に話した後、まあ10回は以内にトピック B に移動しますそれについていくことができるかどうかということを見ていくわけですね 例えば、あ、失礼しました。一番最初に新型コロナウイルスに話していた後10回は以内にインバウンドに移っていくという具合です、はい。前後しましたが、結果はこちらのようになっています。こちらちょっと面白い状況になっておりまして、<laughs> 失礼しました。会話の滑らかさに関しては、13ビリオンが少し下がっています。 まあそういうところかトピックの追従に関してもゴールの達成に関しても13ビリオンが何らか性能が出ていません。これについてはちょっと詳細な分析がまだまだ終わっていないんですが、まあ、最終的な結果として39ビリオンまで進むと圧倒的に性能が高まるので、まあ、13ビリオンでは何らか問題が起きていたものの39ビリオンで問題解決したという状況です。まあ、このようなパラメータをより高めていくことによって問題が一気に解決するということは大規模な 汎用言語モデルの構築においてはよくあることだったりします具体的な数値を見ていくと、まあ、話題提供以外に関しては9割の精度性能を達成していますので、これは全く問題がないということになるかと思います。まあ、3つ目の評価観点、トピック1に対して、トピックに対してユーザーさんが A の列にある、まあ、ポジよりポジティブな感情を持っていらっしゃる場合と B の列にある少しネガティブな感情を持っている場合それぞれに対して的確な応答をしていくということを 的確な応答ができるかどうかを評価していくタスクなんですけど、これどういうことを評価したいかっていうと、ユーザーさんがポジティブな感情、A 列の感情を持っているときには、そうですねって同意してほしくて、B 列の方の感情を持っている場合、ネガティブ寄りな感情を持っているときは、安易に乗っからないで、うーん、そう思うんですね。でもそういう感情はどうなんですかねみたいな感じで、ちょっと抑制の効いた応答をしてほしいということになっています。これ、どのぐらいできたのかということを見ていきますと、ユーザーさんがポジティブな感情を持っている場合、 こちらについては全然問題がありません。9割制度ですね。で、そして、えー、まあ、話題の提供に関しては、やっぱり相変わらず素ではできないということが分かっています。 他方で、ユーザーさんがちょっとネガティブなセンチメントを持ってらっしゃる場合にはどうなるかというと、まあ、会話の滑らかさ、そして話題の通じるに関しては全然問題がないことが39ビデオモデルでは分かっているんですが、まあ、このゴールを達成できたかどうか、安易に同意しなかったかという面に関しましては、まあ、できるかできないか半々くらいになってしまっているわけですね。これについいいててはすす。ごく深い課題があると思っています 最後にフリーの雑談ができたかどうか。まあ、こちらについてはただ雑談をするだけなので、何も難しいことはありません。ユーザーさん、あの、アノテーターの方が楽しんで雑談ができれば大成功ということになっています。こちらについても全く問題がなく、会話の円滑さ、トピックへの追従に関してはとても性能が高く、えーまあ、ただ、不思議なことに、まあ、不思議なことにうか分析が終わってないんですけど、13ビリオンのモデルに関しては6.7ビリオンよりも下がってしまう、まあ、こういう傾向がありました。 これも実験を繰り返したりモデルを構築を繰り返したりしていくと状況が変わっていくと考えています、はい。全体としまして39ビデオモデルに関するモデルの状況を確認してみますとこのようになっています。課題になっている場所は、えー、基礎的な合意を理解できるかどうかに関する合意、ゴールがまあ8割。 程度しか達成できないことこれはわからないことがまだまだ人間からするとたくさん見えるということになっていますこちらについては知識ベースを導入するなどしてまあ、より、えー、深い、えー、知識探索こちらについてと統合していく必要がありますもう1個ネガティブ感情への反応はより深い解析テキスト外因認識を踏まえたフィルタリングなどが必要となっていくと考えています でまたあの、パラメータの増加にかかわらず、ですね話題の提供部分に関しては全然あの振るわないわけですね。ここについては個別に機能を開発しなければいけないというふうに考えています。はい、さて、えー、LINE の自然言語処理チームの研究目標の一つなんですけど、えーまあ、構築した言語モデルのアウトプット、これを、<laughs> 失礼しました。 構築した言語モデルを搭載したシステムからの高品質で安全なアウトプットを実現していくということです将来的には LINE の顧客の研究開発にも同レベルの安全な出力を提供したいと考えていますしかしお客様にお使いいただいている製品に対するハイパークローバーの適用はまだまだ達成できていません直接お客様にお届けするためには検討を始めたり乗り越えたりする課題がまだまだあるからです 課題のうちの一つは日本語自体の難しさによってコーパスや生成されるテキストの品質維持が難しいコストがかかるということがあります、まあ、日本語はですね実は他のさまざまな言語と比較して習得難易度がとても高い言語です日本語の和者はひらがなカタカナ漢字の大文字などさまざまな文字を使って1個の文,を文章を作りますし、まあ、同じ単語を複数回表記する場合には、ね、書き方を変えることがしばしばあるわけですね 日本語の日常における必須語彙8000語以上と言われておりこの量は他の言語と比較してかなり多いんですえ日本語ではさまざまな表記や同じ音の異なる語があってまあこれらをえ幅広く理解していかなければ日常会話ができないんですまたえ相手の相手の状況とか立場に応じて必要とする語彙を切り替えていく必要もありますさらに日本語には方言が多くて同じ 言葉に対して同じ言葉を話しているんだけど同じ意味の言葉を話していても日本全国で違う単語の組み合わせになることが知られています。まあ、最後に日本語の話者は文中の主語や目的語を省略してしまいがちなので機械であってもテキストを読む際にはその文中の単語の省略を考慮しながら意味を解釈していく必要があります。これとても全部難しいんですね。なのでまあこのような困難に対して LINE 自身も取り組んでいるんですが実は以前からこのような 根本,本的な問題に対して取り組んでいる研究機関企業様おられますのでそちらとの共同研究を進行してまいりますこちらにつきましてもまとまった成果が出てき次第お届けしたいと思っておりますもう一つの課題はテキスト生成の難易度に関するものですまず生成されたテキストがリスクとなる可能性ですまあ、コーパスに含まれるバイアスやコーパスの表記の改善 出力されるテキストの真実性や安全性の確保が必要となってきます。まあこれ従来は多くの企業がニュース記事や広告など人手が十分人手を十分に入れることができるテキストを作成する現場ではよく出てきた課題なんですけど、まあハイパークローバーがすごく滑らかなテキストを生成することができて人間の創作活動を補助できる可能性が一定ではあるため現在この課題に直面しています。次に AI 倫理の実装が必要です。 AI が出力する生成テキストが多くのお客様と同様な倫理的な水準を満たすこと、これはとても望ましいです。そのためにはモデル構築時のコーパスデータや推定時のクエリなどについても倫理的水準を満たしていることを確認する必要があります。人間が見た際に不快な状況になってないか、気持ちが悪くなったりしないか、過度に 性的であったり、攻撃的であったりしないかなど、こちらに上がっているような観点以外にも、さまざまな倫理的な側面に関する配慮をしていく必要があると分かっています。LINE の AI カンパニーでは、複数のアプローチで AI 倫理を実装したり、またその AI 倫理に対して攻撃したりするような手法、両方を研究・開発するようなチームを持っていて、こちらについて、複数のチームで進行しています。さらに、自動評価の実現があります。 今後さまざまなタスクに対してハイパークローバーを適用する際に測定が必要となる生成したテキストの正確性一貫性目標達成の有無などの指標があります。自動評価が容易なパープレキシティと相関が必ずしも高くなく意味的な側面や前後の文脈を踏まえた必要が、まあまあ、踏まえているかどうかの判定が必要な場合があるんですけどその指標をどうやって自動化していくかこのような多くの研究者が悩んでいる課題に今 LINE も取り組んでいます。 まあこれら課題のそれぞれに対して NLP チームが取り組んだ成果については学術的な発表,や発表やシステムな実装として今後公表することを目指しています LINE ではさまざまな知的な側面の網羅的な自動評価について実施している最中なんですがこの後は JP モデルを使った QA タスクについて一定の結果が出たのでそのようやくお伝えしたいと思います今回端的にお示ししますのは私たちが RCQA ポッシブルタスクと呼んでいるタスクです このタスクはオリジナルの RCQA タスクから回答不可能な事例を除去したものです。ハイパークローバーはまあテキストの生成ができるのですが穴埋めはできません。したがって何らか後ろ側に間違ったテキストが出力されてしまいます。正解かどうかの判定は出力結果の一部に正解が内包されているかどうかで判定しています。そしてヒューショットですけどデータセットのデブデータの中からランダムに生成しています。最大数が4になっています。 これはまあ最長のヒューショットのじ状況を事前に調べたところ最大で4までしか使えないということが分かったからです。 結果はこちらになっています。着目ポイントとしましては、文脈を含めた39ビリオンモデルが4ショットを使ったときに最も良い性能を達成することができたということです。こちら、RCKA のオリジナルのタスクでなく、RCKA ポッシブルタスク、オンリータスクなんですけど、89.83%というとても高い正解率を誇っています。また、この問題、どのぐらい難しいのかを見るために、 コンテキストを削除して、言語モデルだけで解いてみたところ 80.、80.51%の性能を達成することができました。同じ性能をバートで達成することができるかということも確認しました。まあえー、と実験を、えー、と同じ条件に揃えるため、バートと同じ時点で実験し直したため、ハイパークローバーの結果が若干異なりますが、ハイパークローバーもバートもお互いベストを尽くしている状態になっています。バートのラージモデルには、 LINE LM コーパスの一部を使いました結果としてはこちらになって,なっておりましてきちんとファインチューニングをしたバートはハイパークローガのまあ、ファインチューニングをしていないモデルに関しては超えること性能を超えることができました、はい、まあこちらからわかることはですねバートであっても大規模な言語モデルをファインチューニングしたり 特定の分野に特化させることによって、まあ、超えることができるということです。それに対してハイパークローバーは、まあ、特にえ深いチューニングをしたりしなくても、まあ、プロンプティングをしたりパラメータを探索したりすることによってバートを優越することができるということです。はい、最後に、まあ、終盤になりますけど、まあ、ダイアログシステム、対話システムのデモをお見せしたいと思います。今回はハイパークローバーで食洗機さんに話しかけてみたいと思います。ではご覧ください。 えーまあ、最初、まあ、トークルームを作成していくんですけども、まあ、食洗機さんに話しかけたいので食洗機さんというユーザーを作りましたこんにちは前から一回話してみたかったんですという対応に対してはいそうですかとちょっと冷ための音がきてますね、まあ、これに対して、まあ、なんか便利そうなんでどうですかというふうに質問してみると、まあ、私に任せておいてよという形で頼もしい回答が返ってきました まあコツとかありますかと聞いてみると汚れたお皿ときれいなお皿分けてほしいというような言葉が書いてきたりしています。あと他にもコツあるんですかみたいなこと聞いてみたりするとまあいろいろあるんですけどま食べ残しがあると私の中が汚れちゃうのよねという形でまあかこう自分が食洗機としてきちんと話せている状況を実現できていますね。 まあ、ちなみになんかお湯が熱いですかというのを聞いてみると、厚めかなとかいう形で、さらにこちらに気を使ってくれるなど、優しい一面も見せてくれています。最後ちょっと気を抜いて、あそうなんですか、気をつけますって言ったら、やはりちょっと冷たい対応なので、はい、じゃあまたねというふうにあっさり終わられてしまいました。以上が、まあ、このハイパークローバーフレンズというデモシステムを使って、食,食器洗い機さんと、食器洗液乾燥機さんと話してみた結果になっています。 冒頭でも示したことですが、このデモからわかることは、ハイパークローバーがロールプレイングをある程度できるということです。特に個別のキャラごとの調整なしに、応答が滑らかで、まあ、意味も捉えることができていたことはとても良い点だと思います。他方で、 えまあちょっと若干応答が、あのー、冷たかったですし最後も若干冷たかったです、えー、まあこのような反応を喜ぶ人もいるんですけども事前にどんなユーザーさんとお話しできるかどうか想定できませんので今回のようなボットを作る際には応答のスタンスを安定させるためペルソナを管理する必要がありそうですまたこのように応答できるということは当然ながらある程度データのバイアスの影響を受けます、まあ、この影響の良い面だけを取り出せたら良いと思っています さて、さらに発言の内容が実はと実は所々曖昧だったんですけども、今回問題なかったんですが、今えまあ、実際にお客様に提供する際にはその応答が大丈夫かどうか事前に検証できると良さそうです。まあ、以上のような課題を持っておりますが、まあ概ね良い良好な結果だったのではないかと思っております。さて、このようにある程度の可能性が見えるハイパークローバーや同等の言語モデル、本当に必要なのでしょうか 答えは予算が許すすなら必要です言語処理の歴史は AI 関連技術の発展と強く連動していて新しく生まれた技術をどんどん取り込んできました大規模汎用言語モデルは NLP にとって間違いなく大きな分岐点ですこの分岐点は少なくとも使う側にできればモデルを作る側や使っていただく側にもあるのが正解だと私たちは信じています私たちの選択の結果はハイパークローバーの最新情報として 今後も各所でお届けできると思います。最後に LINE の未来と NLP の関連について触れておきます。LINE が公開されて10年、私たちが NLP の専門家の皆さんから2番目にいただく多い質問は、LINE にはもうやれることなんか残ってないよねです。しかしそれは明確に違うとお伝えしておきます。例えば、ハイパークローバーに関連する主な課題、全部取り組んではいるんですけども、こんなにある状況です。 こんなにたくさんの課題明日終わるわけないです。また LINE は音楽やグルメ、ブログ、ライブなどなど、まあ、50を超えるサービスブランドとさらに紐づく無数のサービスを運営しているんです。そしてそれらのサービスは NLP の技術による本質的な改善がまだまだできる状況です。LINE では様々な流度の NLP 技術の研究と開発ができます。ぜひ LINE で私たちと一緒にチャレンジしましょう。まずは LINE の採用窓口にメールをいただきたいんですけども、それよりも気軽に今の LINE の NNP が分かる機会、一つ作ります。それがですね、ハイパークローバーのミニハンズオンです。ハイパークローバースタジオやハイパークローバーの API を使った小さなハンズオンを2021年の間に開催します。席の数限られていますけども、こちらについては、後ほど LINE デベロッパーズのアカウントの方からお伝えいたしますので、 情報をお待ちいただければと思います。まあ、間違いなくハイパークローバーの現状を確認して楽しんでいただけると思います。そしてもう一つお伝えしたいことがあります。それは LINE がオープンにシェアすることが大好きな会社であるということです。LINE は2021年度に LINE の言語モデルのオープンソースバージョンを公開します。ただもちろんハイパークローバー以外です。 そして、こちらの性能目標は既存のオープンソースの言語モデル以上を達成できたらよいなと思っておりますし、定期的に更新できたらとも思っております。こちらも続行お待ちいただければと思います。最後ですが、この発表では LINE のハイポークローバーに関する最新の情報をお伝えしてきました。そして、大規模汎用言語モデルの魅力についてもお伝えいたしました。 大規模汎用言語モデルとプロンプティングについて対話システムや質問を透例に以下のように報告しました。まあ驚くほど高い品質が得られるケースがあるなということ、そしてその場しのぎでは解決できない課題がどうやらたくさんあるということ、これらを共有できたと思っております。LINE ではハイパークローバーに限らず NLP の R&D がしっかりとできます。ぜひ一緒にチャレンジしていただきたいと思います。これからも LINE からの NLP 関連の情報にぜひご期待ください講演は以上ですどうもありがとうございます